っくり飛行機チャンネル。行きつけの古本屋、今日は珍しく休みだったぜ。少し離れたところにある、あの本屋だね。そうそう、ちょっと遠いんだけど品揃えがいいんだよな。そういえば私もこの前言ったけど、しばらく臨時休業するって言ってたわね。それなら私に教えてくれよ。ごめんごめん、てっきりもう知ってると思ったのよ。そうだ、今回は十分な情報提供が行われなかったことが一因になった出来事を紹介しよう。今回はワールドエアウェイズ 30H 便着陸失敗事故を紹介するぜ。ワールドエアウェイズ、聞いたことあるようでないな。ワールドエアウェイズはかつてアメリカに存在した航空会社よ。1948年に設立され、政府専用機を数多く運航していたわ。政府専用機？この会社は、ベトナム戦争における空輸を担当したこともあるそうだぜ。それだけでなく、国内線を中心に旅客便の運航実績もあるわ。さらに貨物便も運航していたり、いろいろ手広くやっていたみたいよ。今回事故を起こしてしまったのは、そんなワールドエアウェイズ 30H 便。動画前半ではいつも通り、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、1982年1月23日のこと。ワールドエアウェイズ 30H 便は、アメリカのオークランド国際空港を出発。途中はニューアークリバティ国際空港を経由。最終目的地はボストンにある、ローガン国際空港までのフライトだった。使用機材はみんな大好き DC-10 だ。出たわね、DC-10。フライトを担当したのは、当時58歳の機長と同じく38歳の副操縦士。そして56歳の航空機関士の合計3名だった。さらに9名の客室乗務員と200名の乗客、合計212名が搭乗していた。事故が起こった1982年1月、アメリカを寒波が襲っていた。空港では雪が積もっており、乗員たちは天気を気にしていた。経由地に向かうフライトの途中も彼らは天気予報を確認していた。激しい雪が降っていると離着陸の際、リスクが高まるね。そう、実際ニューアーク国際空港ではブレーキ性能の低下が報告されていた。あらら。しかし 30H 便は無事着陸に成功、彼らは次の出発に向けて待機していた。しかし彼らの元に悪いニュースが舞い込んできた。悪いニュース？最終目的地だけでなく、大体空港まで天気が悪くなってきたのだという。出発をキャンセルしたりしたのかしら？いや、彼らは18時48分、次の目的地に向けて離陸した。道中は至って順調で、巡航高度1万7000フィートで飛行していた。近距離路線だったため、目的地までは1時間足らずが見込まれていた。あっという間のフライトだね。出発から10分後には、管制官から侵入経路の見込みなどが告げられた。それによると、ローガン国際空港ランウェイ15ライトへの非精密侵入となる予定だった。目的地の天気はどうだったの？やはり雪が降っており、着陸に適したものではなかった。侵入管制は悪天候のため、通常より感覚的余裕を持つよう指示されていた。天気が悪い日は万が一に対応できるよう、飛行機同士の間隔を広げるのよね。通常5マイルの間隔が保たれるが、この時は7マイルを保つこととされていた。さらに 30H 便の到着を最後に、雪のため空港を閉鎖する予定だった。つまり事故機は閉鎖前の最後の便だったのか。それは嫌な予感しかしないわね。機長は手動操縦で滑走路への侵入を開始した。しかし自動水力だけは作動しており、指示速度を保てるようにしていた。しかし自動水力の表示にある異常が発生していた。ある異常？164ノットを維持するよう指示したが、システムがそれを受け付けなかった。え？システムの故障か何か？計器に表示された速度は174ノット、指示速度より10ノット速かった。たかが10ノット、されど10ノットね。そして機長は最終侵入に向けて準備を開始。フラップは完全に展開せず、風を考慮して1段階手前で留めることにした。というのも、先着機が乱気流に見舞われた旨報告していたからだ。また最終侵入速度は150ノットを予定していたが、やはり設定できなかった。よってやむを得ず、設定可能な158ノットの速度を設定した。速度が少し速いのが気になるね。30H 便は順調に降下を続け、ようやく滑走路を正面に捉えた。降下パスも適切で、パキと呼ばれる航空灯火は白白赤赤を示していた。高すぎず低すぎず、ちょうどいい感じね。そして19時35分57秒、滑走路に設置した。しかしその直後、機長は路面が想像以上に滑りやすい状況にあることに気がついた。それに気づいてから事故が起こるまで、あっという間の出来事だった。当時の録音が残っているため、実際に聞きながら再現映像をご覧いただこう。
が間に合わず、滑走路をオーバーランしてしまったのか。30H 便はアプローチライトとの激突を避けるため、機首を左に振った。しかし目の前に広がっていたのは、極寒のマサチューセッツ湾。そのまま海面に機首から突っ込んだ結果、機体は真っ二つに分断されてしまった。損傷はかなり大きそうだね。乗っていた人たちは無事だったのかな？見た感じ、火災など最悪の事態は避けられたように見えるけど。確かにほとんどの人たちは無事だった。しかし、ちょうど分断された箇所に乗っていた2名が外に投げ出された。必死の捜索が行われたものの、彼らを見つけることはできなかった。海が荒れていたりしたのかしら、引き上げることも叶わないなんて。事故発生直後、垂直尾翼の第二エンジンだけが回り続けていたという。なぜ滑走路内で止まりきることができず、オーバーランしたんだろう。例によって、この事故には複数の要因が重なっていたんだ。ワールドエアウェイズ 30H 便は雪が降る中、着陸を試みていた。進入は順調だったが、接地後スピードを落とすのが遅れてしまった。滑走路端を行き過ぎた結果、真冬の冷たい海で角座した今回の事故。なぜ 30H 便は着陸に失敗したのか、その理由は動画後半でお話ししよう。お願いします。この日、ローガン国際空港では複数のパイロットが着陸に苦戦していた。事故が起こる直前1時間で、4機が5アラウンドするほどだった。それも雪の影響？そう、視程は2マイルまで低下しており乱気流も観測されていた。でも 30H 便の進入そのものに問題はなかったはずよね。そう、進入そのものに問題はなかった。しかし着陸後に関して複数の航空機から情報が寄せられていた。事故が起こる15分ほど前、アメリカン航空機が同じ滑走路に着陸。その際、雪の影響でブレーキ性能が低下していることを管制官に報告した。さらにその4分後に着陸したノースウエスト航空機も同じ旨を報告していた。30H 便はブレーキ性能が低下していることに気づいていたのかしら？彼らの会話などを聞く限り、路面の凍結に関して話し合った記録はなかったそうだ。ふむ、乗員たちは路面の状況を知らなかった可能性があるわね。なぜ事故機は路面の凍結を知らなかったんだろう。天候を考慮すれば気づけるはずだという突っ込みはなしにして、管制官から事故機に対して何も告げられていなかったのが理由の一つだ。管制官はブレーキ性能の低下を知らせる必要があったの？一般的に、管制官は航空機に路面の状況を伝えることが推奨されている。実際、当時の管制マニュアルではそのことが義務付けられていたそうだ。事故が起こるまでに、数名のパイロットが管制官に路面の状況を報告していた。だが管制官が、それを事故機に伝えていなかったとの指摘がある。確かに一言、滑りやすいと伝えていれば避けられた事故かもしれないわね。そもそも、滑走路の除雪作業は行われていなかったのかな？もちろん行われていたぜ。当日、主要滑走路を交互に閉鎖して除雪作業が行われていた。事故機の着陸した滑走路は、事故の2時間前に除雪作業が完了していた。2時間前か、その間に再び雪が降り積もっても不思議ではないわね。除雪直後、ブレーキの効き具合はまあまあ悪いと評価されていた。除雪したからといって、よく効くようになるわけじゃないんだね。さらに繰り返される離着陸により、雪が圧縮され滑りやすくなっていた。そもそも、なぜ管制官は事故機に路面の状況を教えてあげなかったのかしら。その要因として2つ推測されている。その1つは、ブレーキ性能の低下を報告してきた航空機が一部だけだったことだ。報告が少なく、性能の低下は限定的だと考えた可能性があるで。より多くの報告があれば、管制官の認識は変わっただろうとの指摘もある。もう一つの要因って？着陸機のうち、8機は余裕を持って滑走路内で止まることができていた。ふむ、同じ条件でも安全に減速できた航空機もいたのね。これらのことから、不十分な情報提供が着陸の判断に影響を与えた可能性が高い。なぜ事故機に限って、十分に減速することができなかったんだろう。その点については、操縦に一部問題があったものと推測されている。操縦にどのような問題が？コックピットボイスレコーダーを解析した結果、乗員たちは雪に関する話し合いをしていなかった。でも天気が悪いことは事前に把握していたはずよね。先ほど説明した通り、ブレーキ性能の低下に関する連絡がなかったこと。そして機体重量が最大着陸重量を下回っていたことが影響したと見られている。彼らが知る限りで、着陸をやめるほどの情報を持っていなかったんだね。また、自動水力システムの故障もこの事故に大きく影響した。指示した速度よりずっと速かったのよね。そう、事故機の速度は着陸基準速度より15ノットも速かった。速すぎる速度を考慮した場合、計算上の着陸可能重量を大幅に超過していたそう。
それに加えてこの雪だもんね、止まりきれないのもうなずけるわ。乗員たちは事前に自動水力に不具合があることを知っていた。よって、不具合のある自動水力を使って侵入した点も不適切だったと指摘がある。確かに。さらに検証の結果、設置帯を840メートル行き過ぎていたことも判明した。設置した時点で、滑走路を通常より多く使っていたのね。なぜ設置が行き過ぎてしまったんだろう。その理由は速度が速すぎたことと、急な風の変化が原因だと見られている。速度が速いと、そもそも止まるまでの距離も余分に必要だもんね。また一概に問題とは言えないが、フラップを完全に展開すべきだったとの見方がある。どうして？フラップを十分に展開していない場合、安定した揚力を得るためにより速い待機速度が必要になるからだ。しかし当時は乱気流もあり、その場合は展開しすぎない方が安定が高まる。しかし雪による危険を考慮するならば、待機速度を十分に落とすためにも完全に展開すべきだったそうだ。ただ、この点はパイロットに過失があったと断定することはできなかった。難しいところね、強風が吹いたらもっと危険な目にあったかもしれないし。設置後の手順について、ブレーキや逆噴射装置の展開が遅れたとの指摘もある。設置後、速やかに止まるための最大限の努力をすべきだったということか。設置した時点で滑走路の余裕は2000メートル近く残されていた。これは路面が乾いていた場合、止まりきるのに十分な距離だった。でも当時は路面が凍っていた。この距離では足りなかったね。距離的な余裕があったため、止まることができると考えた可能性があるわね。機長がフルリバースを作動させたのは、設置から15秒以上経ってからのこと。さらにフルブレーキをかけたのは、設置から20秒近く経ってからのことだった。設置した段階では、まさかオーバーランするとは思わなかったんだろうね。以上のことから、不十分な情報提供による不適切な状況判断に基づく操縦操作。これが事故の主原因だったものと結論付けられた。今回の事故を受けて、積雪による滑走路の閉鎖基準を標準化すること。航空機に対する、制動距離やブレーキ性能など積極的な情報提供が勧告された。高速で設置が伸びた時点で、安全に機体を減速させるのは厳しかったでしょうね。報告書では、誰がやっても停止させるのは不可能だっただろうと指摘されている。今回の場合、設置するまでに運命が決まっていたということだね。というわけで、これがワールドエアウェイズ 30H 便着陸失敗事故の概要だぜ。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのはボルイスピリ国際空港よ。舌を噛みそうな名前の空港だぜ。全然聞いたことない空港だな。この空港があるのは最近話題のウクライナよ。ウクライナか、ロシアとの緊張が高まっている東欧の国だな。この空港はウクライナでも最大規模を誇る空港よ。4000メートルの滑走路を1本、3500メートルの滑走路を1本有しているわ。さすが国内最大級、かなり長い滑走路があるんだね。ちなみに今後は横風用の滑走路を建設する予定があるそうよ。ロシアと関係の深い国だと思うが、就航している会社に国の偏りはあるのか？いえ、意外にもロシアの会社は調べた限りほとんど就航していないみたい。へえ、それは意外だな。アイロフロート航空や S7 航空など、ロシアでおなじみの会社は見つからなかったわ。きっと大人の事情があるのかもしれないね。日本からの直行便は出ているのか？残念ながら直行便は出ていないわ。この空港にはどうやったら行くことができるの？成田空港からエミレーツ航空でドバイに向かい、フライドバイという格安航空会社を使うのが最も早いみたいね。なるほど、めったに行くことはないだろうがちょっと手間だな。そうね、コロナ禍に加えて情勢の悪化から日本政府が退避勧告を出すくらいだからね。そのため、ウクライナの航空会社が保険の解約を余儀なくされたとのこと。ひえー、そんなところにまで影響が。戦争にだけはならないのを祈るばかりだね。本当ね、それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機群。